アラン・ジレッティは、フランス出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ミシェル・アラール。1952年オスローオリンピック。1956年、コルティナ・ダン・ペッツオリンピック。1960年、スコーバレーオリンピック男子シングルフランス代表。1960年世界フィギュアスケート選手権、優勝。1951年より61年まで。 フランスフィギュアスケート選手権で7連覇を含む10度の優勝。12歳でオスロオリンピック代表となる。13歳で欧州選手権メダリスト、14歳で世界選手権メダリストとなる。1955年、1956年、1957年、1960年、1961年、ヨーロッパフィギュアスケート選手権優勝。 1960年世界フィギュアスケート選手権優勝。この優勝により、兵役を免除となる。2連覇をかけて臨んだ1961年世界選手権が、サベナ航空548便墜落事故の影響により中止となったことをきっかけに、アマチュア引退。プロに転校し、花々しい成功を収めた後、コーチに転身。著名な教え子には、 するやナリーがいる。ありがとうございます。